じゃあこの戦術で一世を風靡しよう。いや常に動き続ける遮蔽と考えれば最強のあれですからね、オブジェクトですから、ね、動き続けるものとかないからな。もっとゴジラの有効活用法を見出せればよかったな。あーゴジラの空路は全然違うな、こっちじゃないな。あもういるね敵、どこ行くんだろう。嘘、そこで止まっちゃう、そこで止まるし俺のこと撃ってきちゃう。それはやばいね、よく気づいたな。やば、吹き飛んだ。それは寺やばし、これは寺やばし、ごっすんごっすんいってる。すぐに対象を殺害したら現場から逃げないと。あだてが来るから。あ嘘でしょ、あ嘘でしょ、やばい、本当にやばい。それはもっと尖らしてもいいと思うけど。レーザービームってな、ゴジラ戦法やるか。いやゴジラとデュオスクやります。やば、これはやらかしい、これはマジでやらかしい。なんかゴジラと戦ってないの人。やば、まだ来んのかな。ゴジラとディオスクシュ。ちなみにあんまり距離感が近いとあれですね、死にます。いや常に動き続ける遮蔽と考えれば最強のあれですか、かじられて死にます。オブジェクトですから、バコーン。動き続けるものとかないから。さっきマジ虫みたいに潰されたからな、プシン。この周り音が聞こえなくなるから意外とねバレにくいのは。あ、え、あれ、あんなのいたっけ。え、なにあれ、え、なんだこれ。めちゃくちゃモンスター倒してくれた。あ、道中でこういうイベントあるんだ、すごいね。めっちゃ愚かな人類戦ってない。なんかゴジラと戦ってる人いない。ゴジラは倒せないんですね。倒せたら面白かったけどね、なんか討伐したいな。うわー、え、ちょっ、アンドンさんのツイッター見てなかったら死んでるとこだったな。あぶね、やばい。なんで戻ってきたお前、やば。なんかスクオ対ゴジラみたいになってきたな。なんなんだ、一緒に戦おうと思ってるのに、なんで俺のことを踏みつけるんだ。危ねー。
新しいバギー用意してくれた。ありがたい。やっぱエリア外に突入してってる。ちなみにエリア外にね、最後消えてっちゃうんで、もう見送るしかないんですよ。悲しい。さよなら、小次郎さん、ありがとう。また会おう。っていうイベントなんですよね。最後までエリア内で歩いてくれるとかだったらめっちゃ熱いのにな。面白いよね。小次郎が いなくても変わらないって言われたら、それを言ってしまったらおしまいですよ。だってそうだもん。言うてね、そんなに変わらないですよ。変わるわけないじゃないですか、そんな。これ現実ですよ。あ、帰ってった。これ最後終わりまで行くと天に召されて帰っていくよね。なんかにいたんだ。普通に囲まれてたね。めっちゃじっくり来てたな。裏がちょっと怖いな。あ、いる。え、消えた。ん、消えた。ね、あ、気絶なのか。やば。危な。マジで消えてびっくりした。なんか緑色だったな。スコのアカウントも激戦氷だけど徐々に上がってるな。トイレ行ってこよう。